高田さんして目の前で切ったでしょであれば、あんそりでいいかな、手持ちやけどね。あんそりでもいいかな、手持ちやったけどね。やだー。君が僕のローラ止めてくれた印象あったんで、割と白目に見てますけど。はい、お願いします。参ります。インポスター。赤田名誉ジェン。はい、配線。グッジョブ。ノイス。はい、ゼロ。あ、もうちょっと。お、うん、これは事故る可能性出てきましたね。何の話？はい。貨物行ってもよかったけど、シャワーやりますかね。全、全高田。おま。ガミ？あれ、配線じゃないのか。現行犯。いやー、これはな、俺から釣られそうだな。現行犯高田さんです。メインの左から2番目の部屋の真下です。畑そこが現行犯なんだけど、ちょっと俺のレポートが間に合わなかったです。下っちゃいました。コメサボ中だから。まあまあ、ロラでも。ロラでいい。弁当の部屋から俺が、あの、弁当タスク終わって出てきたら、ちょうど畑そこがメインの真ん中で切って、レポートしようとしちゃった畑そこの方が早く。メイヤさんとメイン脇で、一緒にあのエレキの上げ上げに行って、メインに上がった時に、高野さんが先に切ったって感じですね。まあ、僕は麺屋さんを聞く理由が全くないです。うん、はい。うん、まあ、特に言うことないです、それ以外。じゃあ、麺屋さんはキッチン脇ですよ。え、あ、そうなんだ。え、あれ誰とメインではいたんだ。僕じゃね。あ、どうぞ、竹山さんだ。うん、え、でも麺屋ってさ、今、畑そこと一緒に、俺の視点だと、シャワー側からメインに走ってきてて、で、俺の目の前で聞いて、俺がレポート間に合わずだったんだけど。シャワーからメイン？右から畑そこと一緒に走ってきて切ったよ。それは畑そこの視点は？エレキで、麺屋さんが先に上げ上げから出て行って、俺は追いかけるように、うん、エレキメインって走って、まあ、メインの左側で高田さんが切って、俺がレポート。まあ、メイヤーさんは多分ちょっと右側のタスクをやりに行ったぐらいの時間はあると思います。一応キッチン系でも展望行ってんだよな、うん、展望行って、あのね、え、展望行ってんの、うん、そう、キッチン脇で最初展望に行くメイヤーさんを見てるから、エレキの勝ちタスクで僕が終わった後に、あの診察の入り口あたりでメイヤーさんとすれ違ったんだよね。窓メイとかさ、展望行こうとして U ターンしたんじゃない？いや、展望がっつり入ってるな、見てる。にしても足速いな。速いっすね。え、構造的にそのバイタル側から行かなくてもいいってことですか、その価値は。あ、バイ、7、8、5、6、9みたいな感じ。ああ。たぶん。あ、5、6、うん、そうですね、5、6、9ですね、多分。ボタンないです。はい、あります。押します。うん、高田さんして目の前で切ったでしょであれば、あんそりでいいかな、手持ちやけどね。にナイス。ナイス。ナイス。ちょっと待って、押しました。は
はい、今エレキ、あ、はい、あ、コミサボ直してたんで今エレキ見に行ったら、まあ、412569って感じに繋がってたから、あの石から入ると、うんうん、バイタルの前ですれ違ったのはそんなに変ではないかなとは思います。その麺屋さんがテンボル配線とかなんかやってエレキ行って勝ちをやってメインに上がるルートだったらバイタルの前は通るかなって感じ。うん、だから畑迫の方がルートはしっくりくる、うん、そのシャワー側からっていうよりはエレキから上がってった、ま、全体視点高田さんつって道連れなくて僕がコミサボ直してるから、まあ、これで1ロー落ちたことになると思うんで、まあ、釣るなら任せます。アンズリでもいいかなって思っちゃったけどね。やったー。うーん、まあね、おー勇気の、これがミニーだ。リップに入れてよかった。コミカル先生みたいなこと言ってる。うん、まあ最悪畑迫が黒でも別にまだ参る。ズエン。さっきコミサボが鳴ったターン、赤メタさんがなんか配電盤待機してたっぽい動きではあったけど、なんか配電盤の方から来たよな。でも言うてあれコミサボ鳴ってから数秒経ってんだよな。おお、ゲンさん、ゲンさんエンジン脇で藤宮と一緒にエンジン配線やってます。お見え中の扉開けた人っています？はい、ガミです。ああ、でシェリフ使用しときます。キル2秒以内です。であと多分藤宮さんがコックピット行ってゲンさん武器庫側行ったと思います、うんうん、僕がドア開けようとしてるときに右下通った人いたんで、停電直してるんですけど貨物で、でなんか右から2番目で勝ち合いました。もしかしたらゲンさんが天保でそうなのね。アルマに白打てます。そうね、アルハタはラウンジで最後見 合、まあ、見合ってるっていうか、まあ無理です。2秒前なら絶対無理です、うん、2秒以内だよね。はい、2秒以内なら絶対無理、うん、まあどっちにしろ無理。青木さんはボタンと、ボタンで宿舎で赤めた駆動かな。いない、俺は駆動いない。ゲンさんじゃないか多分。ゲンさん、ゲンさんエンジン、あ、じゃあゲンさんかな。あれ違うか、じゃあメタオマハタまでは。あ、ハタか。名前出た赤メタ、開幕金庫入っておまおじさんと一緒に入って、そこからずっと死人なしで浮いてて最終エレキです。鬼切ってちなみにそのどうやって貨物行きました、うん、あのシャワーで入力してからエレキ、死人殺貨物っていう感じ。そうそうそう、まあ、中野アルマがタオルタスクやってんだろうなと思いながら下行ってる。はい、エレン中タオルタスクやってるアルマさんを尻目にシャワーメイン除染です。それが最後の行動。工藤さんもまあ君言われちゃったからと思ったけど、そうですね、ギリギリ届くか届かないかぐらいだと思う。で鬼木も停電貨物なんだったら絶対無理。意外とキッチンで触ってるケースは、うん、できる。ああまあまああるはあるけど、宿舎右では絶対ない。そっちよりは単純に赤めたじゃない、浮いてるって、うん、エレキだからそのエンジン入ってみるなら、まあ、一応ジミヤもキッチン入って終わりなんで、うん、位置的にはめっちゃ近いですね。あ、キッチンには入ってるんだ、うん、武器庫のタスクはやらずに今、まあ、コックピットでダウンロードしてて停電中、そっから武器庫キッチン、ゲンさんのそうね、想定した位置が展望やったら藤宮くんも近いっていう感じ。藤宮が僕のローラ止めてくれた印象あったんで割と白目に見てますけど、あと4票って洗っていいですか。僕の4票、俺ガミ、はい、出てなくない？出てないですね。1票足りないですね。2票単独ですか？あ、まあ、一応死んだ人が入れてる可能性が。もう1票は多分あれ、ゲンさんが死んでから2票足んないのか。うん、え、うん、じゃあゲンさんプラスアルファか。まあ畑迫は人外の場合もアルクド畑になるから、まあまあええかな。停電、う
まあシンプルに左で浮いてんのは藤宮亀田だから、まあ鬼木よりは亀田さんの方が。あ？もう内防。内防。でさすがに終わらないってことは、畑迫も完全に白を切って、アルマもまあキルできないけど、丸さんもできない。そうすると、うん、黒さんはワンチャンぐらいにしといてください。うんうん。まあ、優先度は低いと思う。基本左で浮いてる藤宮亀田、まあ鬼木がワンチャン、うん、あハイデンバン、うん、まあ、いわゆる自分の位置ずらしってことね。うん、まあ工藤さんも鬼木もその見たタイミングがそんなに変わんないから二人とも結構厳しいと、うんうん、そう、ね、鬼木がシャワーの入力に行くのを見て、その後タオル入れに上に行くときに工藤さんのせい違ってるって感じだから、まあどっちも見た時間はそんなに変わんない、まあちょっと鬼木の方が早いぐらい。まあ、基本タスクでいいかなとは思ってるけど、うん、はい、結構順調にいけると思います。大丈夫お茶いいよ、はい、今部屋が香ばしい匂いしてます昨日盛大にお茶こぼしまして、あらららあらららら、アルオマタケ、うん、赤メタポマエアロ、アルオマタケクド、緑青緑、ナイボー、ナイボーで、出直しました。ほいほいほい、ナイスナイス。怒ってる。ポッポポポポポラミックドかな。ペロリン、赤メタスローズ、にゅーん、おいおいおい、でどこにいるのかしら皆さん、発見してください。アルマ、うん、お、赤メタクドいるね。おいおいおい、よくまなくチェックするか。おまおじさんはもう3秒23秒以内ぐらい切る。ミーティングから降りたんでしたっけおまおじさんって。いや今コミュサボを多分おまおじさんが直してて、僕がコミュマイツロ行った時にコミュマイツロから出てきた。ミーティング組無理じゃない。あれは藤宮が向かってなかった？これはね、金庫に行ってます。あ、そうなの。ミーティングって今、竹メタ駆動いるよね。いや、わかんない。赤メタ駆動はボタンのとこにいたけど、竹雄さんは最後見えてないな。僕は、昇降機右。右じゃねえや、左だ。俺のイメージでは竹雄さんも残してきて、アルマと一緒に降りて、俺は、金庫行って、でアルマは下っていったって感じだから、うん、基本鬼木はアルマの後ろだと思うから、うーん、アルマが直近っていうのであればミーティング見はじけちゃうから、
うん、2キルは取れなさそうだと思うけど。まあ、あれは、ブルーで置いた場合はもう2キルしかないけど。ないかな。さっき中野アルマ無理っていう話が出てるから。まあ、アルマ強靭の可能性ありますね。まあ、でも僕って2キル無理じゃね、結構見られてると思うんだけど。まあ、1回目の停電、1回目か。か停電直して、展望から出てきて、で、それを工藤さんが見てて、展望？タスク厳しい人っています？藤宮さんかなとは思ってますけど。タスク終わったっす。赤目玉終わりました。これはアルマ視点絶対無理。うん、おまおじさんが変な動きをしてない限りは無理。エンジン出てった後に U ターンしてるとかじゃない限りは無理。あ、でもさっき畑迫への2票っていうのが出てないからマットが多分残ってるはずなのよ。うん、うん、そう考えるとちょっと僕を釣ると、うん、釣りはしない。多分ワン、ね、ワンキルで終わり。タスクでいいか。タスクにしても、まあ、オニキをクルーで置いた場合はガミさん、うん、あか、うん、ガミさんや赤目、まあ、アルマがマットで嘘ついてるにしても、うん、まあ、ガミさんの鳥ぐらい。ああ、うん、あそこ見たっけな。ちょうどいいタイミングで。3351号。ピン。めちゃくちゃいいキルしてるのに鬼キル。すごい。絶望的なキルした俺が。一応残ってることにかけてやってたけど、なんかいなさそうな気が。何やってんだこいつ。アタサが後ろにいるんだよって思いながら、アルマとかいろいろな話聞くと、あれこれ本当に名誉マットかと思いながら、やばいぞ。あ、でも動き時にはね、多分配線やった後にエレキに行くっていうアルマが言ってたよ。あ、そういうことだ。そんなに多分 ね、 あ、なるほどね、おかしくはなかったと思う。これ下側から行く人ね、見えないんだよね。アタさんすごい経路してる。まあまあ納得。お、まあ原稿派じゃね。おい、誰かに無事ってやつおる。え、なんだ。誰か何か物事をしたら、私に聞いた。絶対大パンスタイル。高田さんの証言聞きたいですけど。